はなんかこれ偶然とはいえ必然だったかなというような気もします。基地の問題、原発の問題、これつながる問題だと思いませんか。原発を呼び込んで、基地を呼び込んで、町おこし、ふざけた話ですね。どっちにしたってよそで嫌がられるもんだから偏僻なところに作ろうってだけの話じゃないですか。雇用が生まれる、下働きじゃないですか。原発立地で雇用されてる人がどんな仕事してますか。重役になれますか。責任者になれますか。みんな下働きじゃないですか。放射性物質フォークリフトで運ばされてるだけじゃないですか。基地にしたってそうですよねえ。外国から来た荒くれた人たちにヘコヘコしながら下働きやるだけじゃないですか。基地で洗濯物の仕分け、プライドを持てる仕事ですか。まあいいし、まあ職業に起点はありません。申し訳ない、申し訳ない。いずれにせよ、それに誰かの都合によってその場にいなくなったり、その場に来たりする、その都合に振り回されて、自分たちで自分たちの運命が決定できないって何の自治体ですかね。そんなことを考え合わせれば、企業城下町になること、原発立地となること、基地の町となること、全てつながった問題ですよ。全ての自治体、市長、目を覚まさなければいけません。霞ヶ関はね、霞ヶ関の判断というのは自治体の地元のための判断じゃないですよ。米軍の判断、アメリカの都合ですよ。辺野古の都合じゃありません。沖縄の都合でもありません。目を覚ましましょう。そしていつ自分たちの間違っていうことを考えれば、ね、お向かいのビル、ビジネスビルですけど、よくそのことについてみんなで考えましょうよ。そして時に今日は鹿児島において、あのバカ県知事が、鹿児島県知事が火山の近くで今日の17時46分にも桜島噴火したそうです。 NHK の噴火情報です。そんな場所の原子力発電所動かしていいですよ。表明したサラダ記念日でも何でもありません。もう今日を境にふざけたこと言ってないよと。ただしまだ再稼働の書類だって規制委から突っ返されたまんまだろ。我々はますます声を上げる、そういう記念日です。ますます声を上げてまいりましょう。志村彦未来は
Come on.
児島県知事には言わせておけ、薩摩川内市長にも言わせておけ、我々は断固として九州電力泉南原発再稼働認めないぞ。友達クラブで何を決めようとも人々は認めません。認めませんよ。そしてあなたたちの説明、そしてあなたたちの計画言動、全て合理性が認められません。合理性がないということは泥臭い話、損得で言っても得にはつながりません。そして正しい間違いの問題で言うのなら明らかに間違いです。ですから我々は率直に言います、やらなくていいことはやらないでください。それ、いや言い方を変えましょう、すべきでないことはやめてください。間違ったことをやろうとしているあんたたちに至極単純に正しくそれを行ってくれと言いに来てるんです。いい加減3年以上も経っているんですから目を覚ましてください。国境線の外側から白い眼で見られて原子力中毒などと揶揄されているこの国の官僚であること恥ずかしく思ってください。よろしくお願いいたします。そしてアメリカのみんなになってんじゃねえよ。そうです。それでは皆さん、今日は本当に2週間の間、あ、おきっさんはもういないのかな。あ、今日参謀の方おられてます。こちら月曜定例会の発案により2週間にも及び九州電力東京支社前に張り付きました。結局途中で疲れてはいけないというので3人代表を立てて3人でカールガールに呼びかけるという方法でなんとか乗り切りました。皆さん、我々は一人じゃありません。頑張りましょう。もう解散なんてする気はありませんから、解散しようそうしようは今日から歌えません。ありがとうございました。お疲れ様ね。粘着しよう、そうしよう、粘着しよう、そうしよう、奴らの奴らの懐に原子力亡者の懐に粘着しよう、そうしよう、粘着しよう、そうしよう、資源エネ調査しよう、電力会社にそうしよう、ネバネバしつこくそうしよう、ネバネバしつこくそうしよう、粘着しよう、そうしよう、明日も明後日もそうしよう、し明後日もその先もそうしよう、粘着しよう、そうしよう、粘着しよう、そうしよう、粘着しよう、そうしよう。ありがとうございました。ここから気をつけてペトペト粘着してまいりましょう。ありがとうございました。我々は真夏の泥に落ちたゴムだ。ありがとうございました。お疲れ様です。全然出てなくて。